アザーは、シンセサイザーと電子楽器の制御信号を設定する機能の一つ。エンベロープジェネレーターによってコントロールされるパラメータで、アタック、ディケイ、サステイン、リリースの頭文字である。シンセサイザーの三つの音声信号の機能は、任意の電圧で制御することにより作動する。また、ノートオンノートオフに応じて、楽器音的な時間的変化をする制御信号を作り出し、 それを音声信号の機能に送るのがエンベロープジェネレーターの役目になっている。シンセーザーは発信機の生成した波形に対して別入力チャンネルによる制御機構を持つ。一般的にアザーとして体型をなす4つの要素は多くのシンセーザーのインターフェースによって備わっており、しばし視覚的に説明される。例えば波形の山と山の頂点をつないだ。 放落線やその形状のことを、時間軸の変化の中でこれを支持する。楽器としてのシンセサイザーの場合、次のようなアコースティック楽器の音に見られる特徴的な形状を、モデル化、パラメータ化し制御するものが多く、これらを含めてまとめて、アザーと呼ばれて定着している。エンベロープの構成要素、A、D、S、R アタック演奏開始からその音声の、 最大音量に到達するまでの時間を設定するパラメータ。0秒に設定すれば、いきなり最大音量になり、ピアノやギター、あるいは打楽器の音声と同じになる。リケイアタックで到達した最大音量からサステインレベルに移行するまでの時間を設定するパラメータ。サステインリケイの後、演奏が続いている限り出る音量を設定するパラメータ。 リリース演奏を終了した時点から音が鳴り終わるまでの時間を設定するパラメータ。ピアノなどの生楽器でのサステインに相当する。パラメータの数は A、D、S、R の4つという場合が多いが、コルグの一部の機種のように5つのものや、オーバーハイムの初期の機種では3つというものもあり、必ずしも4つではない。ありがとうございます。